サッカーを愛する皆さん、今日の実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんでお送りします。よろしくお願いします。今日の試合はセレッソ大阪対北海道コンサドーレ札幌のカードです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。キックオフです。楽しみな試合ですね。水沼コーター、ボールを回してチャンスを伺います。ここはクリアされました。味方に出すでしょうか。ディフェンスの対応が光ります。柿谷陽一郎、ここはカウンターアタックを狙うか。スペースに見事なロブパス、味方にスルーパスを狙いましたが強すぎたか。中央にクロス、このボールは相手にクリアされました。これは相手にパスしてしまいました。柿谷、中にスペースがあります。ニアポストにクロスが上がった。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。この角度からも見ましょう。大事な時間と言われる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。このパスはカットされました。高木俊之、ソーザ、柿谷陽一郎、ゴールキックで再開になります。欲しかった勝ち越しゴールが生まれました。映像でもう一度ご覧ください。頭で合わせ右下に決めましたね。いいタイミングでボックス内に入りました。
シュートを打った。スローインとなります。ボールが足につきません。ルーズボールだ。奥野博明、高木俊之、いい形でゴール前まで持ってきました。クロスがディフェンダーに当たりました。判定はコーナーです。中に入れた。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ヨニッチ、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。スローインで試合が再開となります。水沼コーター、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。奥野博明、水沼コーター、ここで勢いが止まってしまいました。細かいパスを繰り返しています。いいクロスだ。中央へのボールはクリアされました。あっとこぼれた。ヤンドンヒョン、水沼コーター、中には入れさせない。水沼コーター高木俊之、奥野博明、水沼コーター、振り抜いた。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。キックオフです。楽しみな試合ですね。中にスペースがあります。ニアポストにクロスが上がった。試合開始から間もなく、早速最初のゴールが決まりました。
後半の45分が始まります。慎重に攻撃を組み立てています。中野義弘、ルーズボールになった。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。味方の位置を確認する。マークを外せない。体に当たった。さあスタジアムのテンションが上がります。ヤンドンヒョン、中野義弘、さあどうだ。Jこのボールは相手にクリアされました。ボールを取りました。さてどうする。味方がフォローに来ています。ここでためを作ります。Jバーに当たった。ボールは生きています。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ソーザ引いて守りを固めています。ルーズボールです。素晴らしいスルーパス。ソーザ、ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。いいスペースにボールを出しました。高木俊之、ボールを取られません。強いですね。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロールしているように思えますが、ここはキーパーが簡単に抑えました。早坂、素晴らしいボールです。Jが決めた。同点です。こちらのカメラからの映像です。徳良健、カットしました。ここはどうするでしょうか。すごいステップ。ディフェンスをかわします。パスをサイドに送ります。決まるか。シュートはディフェンスが止めました。奥野博明、徳良健、このボールはタッチを割ります。スローインです。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。中野義弘、味方がサポートに来ます。Jのシュートは入らない。
このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って難しかったですね。早坂亮太、最後に勝ち越しのチャンスが巡ってきました。ホイッスルが鳴って試合終了。得点数は同じ数、ドロー。キックオフです。楽しみな試合ですね。ニアポストにクロスが上がった。試合開始からまま